ください。靴も買えないです。怖いポンです。こんなに意味がある武道館っていう場所で僕が講演したことが本当に僕にとってもすごく感謝しているし、本当にスタッフさんにもスタッフ皆さんにも本当に、はい、感謝しています。楽しかったです。グループの中で誰もやったことはなかったから、それを僕が初めてするのがすごく意味があったと思って胸がいっぱいだと思います。ありがとうございます。グッズをお買い求め終わった。お願いします。やっと来ました。なんかすごく昔から狙えたステージだったんですよ。なんか一人で長く時間を使ってコンサートとかステージを立つことを本当に昔から想像しながらやりたいなって思いましたけど、それが叶えてすごく嬉しかったです。なんか欲がすごく上がっちゃったっていうか、本当にちゃんと作りたいなって思って、はい、毎日毎日それをなんかどうやってステージを作るかなって思いながら、はい、そして周りのスタッフさんたちと一緒に相談しながら準備しました。右です。ステージは水はいりませんか？水、あとでコーヒー。コーヒー、そうですね。今まだステージを見なかったんで、ちょっと緊張して楽しんでいます。楽しみながらちょっと公演をよく作りたいんですが、緊張すぎてちゃんとできるかな、わからないです。わあ、腕が높다、水높다。着いた時から、あ、その前車の中ですごくテンションが上がって、武道館の外に僕の写真がありましたけど、それを見て、はい、声を出しました。うやーとマジダさんと一緒にすごく楽しみながら武道館に入りましたけど、その時から本当に緊張感っていうか、信じられないなんか感情とドキドキするなんか気持ちと、なんかいろんなことがかぶって、本当にそれが実際なのって思いましたけど、そして楽屋で聞いて、なんかステージを見ることが本当に
怖いというか、なんか信じられない、まだプレッシャーがすごく多くて見たくないって思いました。それでちょっと悩みましたけど、まずもうステージを見て、ダンサーの皆さんがリアをしていることを見て、テンションが上がってしまうとちょっとうるさくなる、僕は そんなタイプです。チャイニーはリプレイっていうデビュー曲を、振り付けを作ってくれたリノさんでしたけど、今回また僕のソロステージを一緒にすることができて、本当になんか感情がなんていうか、最初はちょっと信じられなかったっていうか、難しい、僕が本当にリスペクトしている方だったから僕を嘘つくなんですけど、僕のことを本当に大事にしてくれて、本当に頑張って悩んでくれて、僕も感動して、一緒にもっと固くなったっていうか関係が、はい。もう練習はまず気をつけてやってください、ね、そして怪我して、でも確認と自分のポジションとエモーションをちゃんと持ってやってほしいです。はい、はいはい、そして本番は激しくパクシーお願いします、ね、はい、はい、It's my showtime! できないと思ったらもうバーンってやって歌った方がもうなんかやるかやらないか、なんかはっきり決めていくのがいいかなと思った。そう、もうちょいやるなら手頑張って、はい、いや、でやらないならダッ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 、どうはどうは、この辺ちょっと折れちゃう、やらないなら、これがいいです。これがいいです。はい。ちなみにドアはまだリフトを上げてくるのの流れとかっていうのをちゃんと千葉では見れてないので、音出しで1回タッパーのテンションを含めて。改めて一緒にやりたいですよね。はい。手を伸ばせば届きそうな、まず Flame of Love っていう曲はちょっと世界観っていうか、さよならひとりと結構似ている曲なんですけど、内容としては自分が愛した恋人を、自分の命を捧げて、なんか一緒に、後には一緒に会うことをちょっと表現した曲なんですけど、さよならひとりもそうですし、フレームオフローもそうですし、一人でステージ立つことになりましたけど、自分の感情を表現することがなんかすごく楽しくなりました。もうさよならひとりとも同じく内面の世界観っていうか、自分の表現をちょっと、込めて作ったなんか、はい、踊りですよね。僕これはテミン感情だから、なんか誰もできない僕自分の、踊りっていうか、はい。
例えばこんな振り付けがあったらこれをこれ振り付けはこれですけど、もう自分の感情を込めたらもう例えばもっと強くっていうか、なんか首を下を向いてするのか、まあそれ。踊ってる時ですか、自分の寂しさを表現するなんか ただそれだけだっていうか、ちょっとぼーっとしながら踊ってるっていうか、難しいですね表現が、それが、うん、最初の登場が一番大事だと思います。その登場を頭のところが自分が集中しないとみんな見ると集中できないと思って、最初に一緒に入ることがすごく大事だと思います。大丈夫です。この段差だけ、ここだけ、ここに来て頭気をつけてください。次は、はい、ここ頭気をつけて、はい、進みます。ここが着替え。あ、広さはそんなに狭くないけどここが低いから、でもこうだったらもう、うん、でも急いでる時だとこうガーンと気をつけてください。大丈夫、はい、上がる。ここは この中ここ映像がこれが降りてます。全部上の。マクシ広げたの。その場をしろ。方向感覚。難しかったですよね本当に。はい、じゃあ安定いたつきました。スタート。なんかどこがどこだってなんか本当にわからないぐらい、あ、まあ、正面とそしていろんなことを主張しないとでもできないんじゃないですか。それで最初はすごく難しかったんですけど、どんどんもう体ともうダンサーの皆さんと一緒に慣れながらやってみると本当にも楽しかったんですよね。なんかどっちを見てもファンの皆さんが僕のことを見ていることがすごくよく皆さんから応援していることっていうか伝わりました。それでそのパワーでできましたと思います。多分
分ちょっとスタイリストと相談してこれをベルトにつけるようにやりました。 なんかドアとか、まあ、それをバンドをつけたら見えてしまうから、それをちょっとベルトにつけて今日やってみて、なんか最初の曲ベンドでやってほしいです。後ろからは今の映像って誰か撮ってたりしますか？制作チームって撮ってたりするのかな？あ、カメラチームとかも見れたりするのあります？ちょっと今のさっきのリハ映像は誰か見せてもらえますかね？あ、実はゲネプロの時にちょっと自分が満足できないなんかリアをやりました。それでその時は本当にゲネプロリアが圧倒の、本番の時本当に起こることを想像しちゃってちょっとプレッシャーがすごく多かったんですけど、その後なんか本番の時最初は始まる前にでもその前モニタリングしながらちょっと、はい、変更した、まあ、ちょっと直したことを考えながら集中 しました。それでもう始まってお客さんの声を聞いて、その後からちょっとシャイニーの声とか今まで自分が経験したことを思いながら、それをちょっと、はい、一緒に僕は負けないっていうことを考えながらやりましたけど、恥ずかしいですよね、はい、もう そうでした。はい、今日僕 あのソロステージのために頑張ってくれたスタッフさん、そしてあのステージ立ってくれるもう皆さん、今日死ぬほど頑張りましょう。でも生きて帰ってきてください。It's my showtime! Danger!
それ選べない、選べない、本当に選べないですよ。全部気に入って、うん、S としては本当に自分が満足するなんかステージだったんですよ、本当に。それでなんか、うん、どっちがもっと気に入ったことがないぐらい本当に全部満足した演出だったので、僕は大丈夫です。ただ自分に負け、なんか自分にちょっと、はい、なんか自分がその演出に負けないように完璧にできるかどうかをちょっと、それはまだ僕はまだ足りないって思っています。僕欲張りでもっともっと行きたいです。難しい、点数で表現できないっていうか、うん、それはできない。自分も自分のことを、見解を決めたくないっていうか、はい、なんか、うん、ただもっともっとできるって思っています。またね。その瞳はもう僕を見ていない、カラスのように好き